今回はバレット、REC7 を紹介します。この銃の特徴は 6.8×43mm SPC 弾を使用することです。従来の 5.56×45mm ナト弾より大口径なことがわかります。弾薬開発の経緯としては、アメリカ特殊作戦軍の要請でレミントン社が開発しました。アメリカ特殊作戦軍はなぜ、次世代小銃弾の開発を要請したのでしょうか。答えは簡単に言うと、戦場の変化により 5.56mm 弾では射程不足になったからです。詳しく説明すると、第一次世界大戦では、塹壕が戦場となり、遮蔽物が多いです。第二次世界大戦では、市街地や森林が戦場となり、ここも遮蔽物が多いです。イラク戦争では、砂漠地帯が戦場となり、遮蔽物は少ないです。そしてイラク戦争の敵は M4 より大口径の AK-47 を持っています。イラク戦争の砂漠地帯では、遮蔽物のない長距離の撃ち合いになり、米軍の 5.56mm 弾が届かない場所から敵が撃ってきました。この戦局に対応するために製造された 6.8mm SPC 弾は弾頭重量 7.45g となり、射撃時の飛距離と威力不足の解消が期待されています。長距離を生かすために、暗視装置も新規に製造されているようです。価格は$2,399と、M4 の3倍ほどしますが、歩兵の矛は強化した方が良いと思います。